皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、ワンちゃんにも優しいというテーマでお届けいたします。ここおそらく20年ぐらいだと思いますけども、ペット市場ですね、まあ、いわゆる代表的なものに、ワンちゃんとか、あとは猫とかね、そういうものが挙げられると思います。私の周りでもですね、非常にペットを飼っている人というのは増え続けていると思います。皆さんの知り合いとかね、お友達でペットを飼っている人は多くなっているんではないでしょうか。それに伴ってですね、いろいろと、ワンちゃんとかね、猫のこうサービスですよね、そういうのも増えてきました。そして大型のペットショップですよね、ペットショップの量販店でいうんでしょうか、そういうのも増えてきました。私もですね、知り合いにペットショップをですね、2店舗経営している女性経営者の方がいらっしゃいます。そして、その辺のですね、ペット関連のサービスをずっと 見渡していくとですね、例えば、五泉市にあります、崎穴温泉の防泉閣さんというですね、旅館がありますけども、こちらはワンちゃんと一緒に泊まれる宿ということをですね、こうキャッチフレーズにいろいろと営業活動、宣伝活動を行っています。で やはりまだですね、そんなにこうワンちゃんと一緒に泊まれる宿っていうのは少ないようで、そういう方が一回ですね、ワンちゃんを連れて利用するとですね、また来年もというようなね、そういうことがやっぱりあるそうです。こういった宿はですね、これから全国にも増えていくんだと思います。そして、ある異業種交流会でですね、出会った方でですね、こういうふうなペット関連のサービスを行っている方がいました。この方はですね、新潟市の北区ですね、北区で工務店をこうやってる方のようなんですけども、なんとですね、犬好きが高じて、平成22年からですね、愛犬家住宅というね、愛犬家住宅、わかりますかね、愛犬家住宅、要は犬と一緒に住める家ですよね、そういった家のですね、設計施工をこうキャッチフレーズにしている人と出会いました。これもですね、やはりペットのね、市場規模、そしてペットを飼う人が増えたから、出てきたサービスだと思います。実はですね、何年か前に弊社のクライアントの工務店にペット関係のね、そういったリフォーム、要はペットと一緒に住めるような、リフォームやったらどうだという提案したんですけど、なかなかそこまでね、踏み切れる工務店さんも少ないとは思うんですね。で、そこにですね、こういった愛犬家住宅っていうのを売りにしているですね、方がね、やっぱり実際にいらっしゃるっていうことなんですよね。これもですね、一つの大きな PR、そして自社の強みになるということですね。犬、猫、あと他にもいろいろね、鳥だったりとかね、いろいろいるとは思うんですよね。まあそういったペット全般に関して、非常に市場規模が伸びているのを頭に入れつつも、そのペットと、今皆さん方がやってる自社の商売、商品、サービスが何か結びつくことはないかなということをですね、ちょっと考えてみてもいいかなと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もですね、コメントをよろしくお願いします。そしてこの辺にですね、商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックしてぜひ登録もお願いいたします。